ビデオダイアリー March the 1 s t 2023 by Hiroshihaya s h i h a m a m e t City, Japan ビデオ日誌2023年3月1日林宏ですこんにちは結論を先に言えばですね私たちがよく知っているあの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家 あるいは、画家芸術家としてのレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物は存在すらしていなかったということですでその証拠の一つがですねこれから皆さんにお見せします肖像画ということになりますつまりですねダ・ヴィンチなる人物を表現した肖像画はですねどれもつまりは捏造された肖像画であるということです でその第一、まあ、左上に今出ていますけれども、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチと言われている人物がその右にいますよね。しかし、そのレオナルド・ダ・ヴィンチと言われている人物は、ですね、その7歳年上の当時ですよ、年上のルカシノ・レッジの顔にですね、大きな髭と、まあ、で大きな鼻とですね、まあ、長い鼻ですね、と、つけひげをつけた顔であるということです。 で、まあ、それを皆さんに説明してますけども、ルカシノレッキの代表作です。ここに表現されているのが、ルカシノレッキのまあ、いわゆる自画像と言われています。そしてその右側ですね。あの若い頃のレオナルドダヴィンチ、鼻ツンツンした。まあ、レオナルドダヴィンチということになります。この右のまあ、今一番の方で一番と言いますか？左上の絵をまあ、画像を見ていただきたいんですけども、鼻ツンツンしたこの。 レオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像はですね、現在、私が先ほど調べたところですね、3枚ありますね、まあ、前から3枚、4枚とあるわけですけども、まあ、その中でも最もよく、まあ、ポピュラーと言いますか、なその自画像ですけども、鼻の長さといわゆる、それからその髪、髭ですね、除いてこの両者は全く同じだということです。ただし左のルカシノリの方はですね、 7歳年上ですから、7歳年上らしく表現してあります、目の上のまぶたのたるみね、それから目尻のしわなどは多少手を加えてありますけれども、あとは全く同じなんですね、ですから顔を貼り合わせても、違和感なく貼り合わせられるということです、順に比較していくと、ですねつまりは、まあまあ、上のね、左上の図を、まあ、見て、ですね、まあ、そのラベンチの鼻ツンツンのあの字画像はですね、 ルカシノレリの顔にですね、鼻をつけて、ツンツンした鼻をつけて、そしてひげ、まあ、をつけた絵だということになるわけです、自画像だということになるわけですね。ですから、まあ、この若い時のよく知られたあのレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像も、ですね、つまりはねつ、まあ、造といいますか、作られたコンコクトと、まあ、言った方がいいのかな、いわゆるねつ、まあ、造された自画像であるということです。 で、今度は右の上の、まあ、両方を見ていただきたいんですけども、私たちがよく知っているあのダ・ヴィンチなる自画像の顔は、ですね、その左の、まあ、セント・ジェロームですね、これはあのレオネル・ダ・ヴィンチがセント・ジェロームとして表現している人物の顔にひげ、ね、をつけたものだということですね、で、この両者はですね、違いがないという点で全く同じということになります。まあ、このののの方向からでですすね、ね、レオネル・ダヴィンチの自画像になるものはです、ね まあ、1512年に書かれたということになっていますけども、まあ、捏造されたものだということです。じゃあ、右を見ていただきたいんですけども、この人物は誰かと言いますと、背後に61という数字が隠し込まれています。61というのはですねユダヤのゲマトリアで神を意味します。そして足を使って、ですね27という数字が隠し込んであります。72と書いてありますけども、27、反転してですね、27はカイン・キリストのいわゆるゲマトリアで解読すると、カインということになるわけです。 まこのようにですね、反転した言い方で神を表現したのは、アアントレほ、まあ、他にもあります、まああの、それについてはもう少し後に出てくると思いますけど、ど、まあここではですね、72を27と読んで、ですねえ、つまりはカインを表しているということになります。で左下がですね、 まあダヴィンチのまあ彫,像彫刻といわれてもダヴィンチは彫ったわけじゃないんですけどもね、まあ、このようなものもあるけれども、まあ、それは捏造された自画像であるということです、で左はですねバッキンガムで見つかったあ若い頃のあダヴィンチだと言われてますけども、花の形がいませんね、そしてその右にもダヴィンチのまあ自画像というのがあるわけで、私が知る限り、この 2, つ2人の、ね、自画像を加えますと、全体で5、5、 5枚のね、自画像が、まあ、出回ってますけども、5枚ともですね、皆顔が違うということです、特にこの顔、ですよね、まあ、鼻が全然合ってないということですね、長さそのものが違うということですね、で、まあ、あの年を取ってもですね、変わる部分と変わらない部分とあるわけですよね、まあ、特に目,目の周辺ですよね、鼻、目の周辺,周辺では、特に目の周辺は。まあ いわゆる子供の頃の面影が年、ね、を取ってからも残るものですけれども、これは全く両者が違うということですね、ですから左、今ちょっと消えかかっていますけれども、パ、まあ、ッケンガムで見つかっているこのレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像なるものはです、ね、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチではない可能性が高いわけですけれども、一般にはレオナルド・ダ・ヴィンチの若いからの自画像ということに言われています、この絵はですね、まだ4、5年前にそのように認定されたんじゃなかったでしょうか。 私それそれ,でそれにこの動画を作ったわけですけども、ね。他にもう一枚、今ちょうど左下を見ていただきたいんですけども、このような自画像も残っています、全く別人だということですね、まあそれらも比べるまでもないわけで,で、鼻ツンツン、花ツンツンの自画像と、今、中央の老,人に老齢期にかかった自画像ということになります、そして晩年の自画像ということになります、この漁師3人をですね比べてみても全部別人だということです、特に花の長さがね極端に違うということですね。 まあそういうことですねそれ以上言いようがないですねこれを同一人物だという方が無理があるということですまあ変わる部分と変わらない部分があるということですねしかしこれら3者はですねダビンチの違う像ということになっていますそして右下でまたあのここでもですねルカシュノレィとそれからダビンチの顔をまあ、皆さんに比較していただきますけれどもさらにまあ この,この先を持っていくところがです、ねまあ、先ということはこの話の続きはです、ねまあ、違ってきますのでこれを、ね、4211の4号として発表させていただきましたで右左下、ね、4211の03号の方ではです、ねまあ、ブリジット・バルドを例に挙げながらです、ねまあ、若い頃のブリジット・バルドと、まあ、そと年老いてからのブリ,ブリジット・バルドの顔を見ていただいています。けども やっぱり面影は残るんですよね、年を取ってもですよ。しかし、そうした面影が全く残っていない、イコール、その4211の3号ですね、3号で見ていただいている、その上の3人の顔は、これは別人であるということになるわけです。つまり、まあ、この点からも、です、ね、え肖像画という点からもしても、ですね、ダヴィンチなる、まあ、芸術家は存在しなかったということになります。ではダビンチ 名前の人物はそれはいたと思いますそれはどういう立場の人間であったか、どういう位置づけの人間であったかについてはです、ね、私は次のように考えます。例えばです、ね、皆さんのうちにです、ね、毎日佐、佐川急便さんがです、ね、宅,配宅配を届けてくれますよね、ピンポーンと玄関ビルを流してです、ね、そしてこういうわけですね、佐川ですって言いますよね、それを聞いて私たちはです、ねあ、佐川さんが来たと言って玄関に行って荷物を受け取りますよね。で次の日もまた 宅配会社の方が来て、ですねそして玄関ベルを押しますよね、ピンポーン、佐川です、あ佐賀さん来たと言って、その荷物を受け取りますよね、で次の日もまた佐川急便さんからですね荷物が届くわけです、その時にピンポーンと鳴らして、佐川ですって言いますね、そうすると私は、ですねあ佐川さん来たと言って、玄関に出ていくわけです。 そして荷物を受け取るわけですよね。そのときのことなんですけれども、私がです、ね、佐川急便さんのですね、浜口社に電話をかけて、ですよ、あの、実はあなたの会社に今、佐川さんという方いらっしゃいますかって聞きますよね。そうしますと、その佐川急便さんの支社の方にはですよ、その方がですね、こう答えたとしますよね。えー、うちには佐川という配達員はいませんけどもって言うんですよね。え 毎日来てくれますよといったところで話が噛み合わなくなるわけです、あつまり佐川急便さんには、ですね佐川という方はいらっしゃらないわけですよね、まあ、つまりは佐川という名前は、まああまあ、かなり、ね、珍しいお名前ですから、たまたまその佐川急便さんの浜支社の方にですよその佐川さんという方がいらっしゃるケースもそれはあるでしょうけども、いなしその方はあ配達していないか可能性もあるわけですけどもね。 親類であればということになるわけですけど、まあ、要するに私、面倒くさいこと話してますけども、も毎日、ね、荷物を届けてくださる方をです、ね、私はあ佐川さん来たと言いますけども、その方は佐川さんではないわけですよね、ネームプレートを見ると別の名前になってるわけです、林とか、ね、小林とか大林という名前になってるわけです、例えばですよ。それからとして私たちはですね、まあ ダビンチが・ヴィンチなる人物と捉えていく必要があるということになります、その証拠がですねこうしてまあ肖像があるも,なるものを調べてもです、ね、でみんな顔が違うということです、えつまりその都度ですね、差がすってくる人にね毎日写真を撮る、まあ、4枚、5枚の写真を毎日撮ってみると、そして顔を比べてみたらです、ね、でみんな顔が違うと、それをもってきて、ですね差があいて人は、まあ、はっきり言えば存在しない存在ということになるわけです。 そういうことをまあ理解していただくと、ですね、ではダ、ダヴィンチとなる画家というのは、どういう位置づけの人間であったかということは、皆さんにも分かっていただけるわけです。ただ単なるハンダー、受け渡し人ということになるわけですね。もっと言えば配達人ということになるわけです。つまり神のののいでですね、ね、そそそダンチなる人間がです、ね、その時お入りにつけてその都度 ですね、別々の人がです、ねまあ、人間世界に持ってきてです、ね、そして、まあ、民衆に対してです、ね、これはダヴィンチなる画家の描いた作品ですとして渡していたわけです。それを見てです、ね、民衆はあダヴィンチとしてはすごい絵描くね。これ何ていう名前分、えー、まあその多分、まあ、モナリザという名前でいいんじゃないですかって感じで、ね、発表していたわけです。まあ、それを見てですね 勝手に人間側が判断してですねラジャコンデだとかね誰だの人間であるとか誰々であるかということをまあ解釈したわけですですからまあ、ダビンチなる画家は存在しなかったというのはそういう意味なんですよつまり私たちがまあ、ね現在ダビンチダヴィンチと言ってるそういうまあ、佐川さん佐川さんという佐川さんは存在しなかった同じようにダビンチダビンチダビンチと言っている芸術家は存在しなかったということになるわけです それが私が言うダヴィンチなる画家は存在していなかったという。まあ 理由付けけの一つってことこなるわけですねその証拠の一つがですね、まあ、佐川さん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 という5人の、ね、佐川さんの並べ顔を調べ並べてみたら、ですね皆顔が違うじゃないか、同じようにダ・ヴィンチ、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 ダビチ・ヴィン,ンチと言われている人の肖像画を並べてみたら、ですね皆顔が違うじゃないかというところからですね、つまりはその佐川さんという人が存在しなかったという一つの証拠が浮かび上がってくるわけです。同じようううに佐賀さんとといいい人がががなかかったっいう、まあ、証拠が浮かび上がっ なってくるようにですね、まあ、そのように判断していただければ、まあ、皆さんにも納得分かっていただけるんじゃないかと思います。ただし、ミケランジェロについてはですね、これはあの神から直接作品を受け取ってですね、そして自分の作品としてミケランジェロはですね、民衆に渡していたということになります。ただ一体だけ例外があるのはですね、あのサンペトロのピエタ像についてはですね、あのミケランジェロはですね、まあ、 23歳で彫ったということもあったんでしょうね、世間からですね、あれはミケランジョロの作品ではない、ミラノのセムシオトコマス。 まあセムシ男が作った作品、ここがセムシ男ということは会員ということになってくるわけですけどもね、メランのセムシ男が作った作品だというふうに噂が立つわけです、それにおかっ怒ったですねミケランジェロがです、ねまあ、夜中にねその教会に忍び込んで、あのたすきのところにねミケランジョー・ブルノティーという名、まあ、を掘ったという有名な話も残っています、その一体を除いて、ですねミケランジェロ自身もですね、まあ、その両親に,にとがめを感じたんでしょうね、それ以後、ミケランジェロです ですね、自分の作品、彫刻絵のありね自分の、ね、名を彫らなかった、書かなかったということに,に言われています。まあ、まあ、私がミケランジョロならとても恥ずかしくて、そのね、神様の作ってくれた作品に、自分の名前をつけるなんてことはできなかったと思いますね。で、まあ、それはいいんですけども、要するにミケランジョロという画家は、あるいは芸術家は、彫刻家はいたと思います。それはダ・ヴィンチと立場が違うということですね。 まあ怪しいですね、それからアンドレア・デル・ベロッキョにしても怪しいですね、それからレンブラントにしても怪しいですねということになってきますけれども、まあ、まあ、十分ですよね、それでミケラン・ェロ、ダ・ヴィンチ、その辺りを攻めていけば、ですねつまりは神の操り人形であったということを証明するには十分だと思います、でもう一人、20世紀に入ってからはですね、極貯金ですけれども、神の操り人形であったのが、あのパブロ・ピカソということになります。その証拠がですね ゲルニカということになります。あのゲルニカはパブリピカスは書いていません。神によってかけ当えられたからそのこういわゆるまあ 図柄をですね紙によって与えられたかを知られたかそれは分かりませんけれども、ともかくもあの絵はですねパブロ・ピカソが描いていないということです、それをですね1937年にパブロ・ピカソは「ですねゲルニカ」、戦場の悲惨,さ悲惨な様子を表した、まあ、絵として発表してしまうわけです、そのときのことなんですけれども、おそらくねあのパブロ・ピカソもですね戦場の「ゲルニカ」を表す意図はなかったんじゃないかと思いますね。たたたたただそそれを見た人たちがでですねたまたまうういう時期であって あったとということで戦場の,、ね、あのゲルニカを書いたんじゃないかということでゲルニカというタイトルをつけたんじゃないかという、まあ、そういうケースはありますね、ミケランジョロの例てもモーゼ像にしてもです、ね、あれはモーゼの姿ではありませんから、ね、10回を持っているじゃないか10回の石板を持っているじゃないかといううに反論をなさる方も多いと思いますけれどもあれは10回の石版を持ったモーゼではないわけです。 十回の石をを渡し渡している神を表現したものなんですよねその証拠にその、180年後でしたかね、ほぼ200年後に、1680年にです、ね、住めるな、住めるなってところで,、ね、で見つかったゼウス像の顔と一致する、それからその証拠に、ですねあのモーゼ像の横顔は、ですね四川礼拝堂のエルシャダイの顔と一致するという話とつながっていくわけです。つまり、ミケランジュロ自身は、ですねあのモーゼ像を神に渡されながらも、ですねそれが何の像でかるあるか分か,らない分からなかったんです。 つまり、10階の石版を持っているようなところからです、ねまあ、多少のそういった知識を持っていたということもあったんでしょうけれどもそれゆえにです、ね、あれをモーゼ像だとして発表してしまったわけですモーゼ像ではなくてモーゼというまあ人間に渡したかどうかその前の段階ですからね石版を持っている神すなわちエルシャライ,イコール や,べやすなわちあの音へとつながっていくわけです、イコール、さらにはゼウスとつながっていくわけですけどもね、それは昨日、お昨日いの私の動画の中で皆さんにお伝えしました。まあ、そういう形で、ですねつまりミケランジェロ自身もですねそうした作品を与えられながらも、ですねそれが何の作品であるかわからないまま人間に渡していたということになるわけです、まあ、ミケランジェロはいたと思います。し、はい、しかしダヴィンチについて言えばですね はい佐川ですの佐川さんに過ぎなかった立場的にはですよということになるということです、まあ、そういうふうにまあ理解していくわけですねパプロピカソについてはそのパプロピカソという人間はいたんですけどもあの「ゲルニカ」については「ですねはい佐川です!」と言ってあの絵を渡されたということになるわけですこうして神々の謎が循に解けていったということになります、まあ、そういう視点でね、まあ、こういうその動画を一連の動画を見ていただくとですねまあその私の言っている意味が分かっていただけると思います なおかつ名前もです、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前はです、ね、アンドラ・デル・ベロッキョのアナグラムである。 それからレオネード・ラヴィンチの死亡日もですね、どうも怪しい調べれば調べるほど謎に包まれているということです。あれほどまでにおびだただしい事故の記録を残しておいたね、あいわゆる、まあ、ダヴィンチがですね、自分の,その死についてのね、まあそのまあ、自分で残すわけないんですけどもそれ、そこの死に至るその死後についての情報がですね、あまりにも乏しいということですね。なおかつ、まあ、あの最後の晩餐というものを最後に、まあ、とほとんど最後の人生の晩年で、 手がけるわけですけども。あの最後の晩餐はですね。もうその先週あたり、皆さんにお伝えしましたようにですね。 今2023年の3月1日ですけれども、先週あたり皆さんにお知らせ、お知らせってますし詳しく説明しました、ね、ですね。あれはシャマーシエスとペタニアのマリアの婚礼式の様子を表したものであり、その婚礼式はです、ね、フランス南部のレンルルシャ島で行われたものである、その後、えー、シャマーシエスはです、ね、イナナ・マリアとパプティスト・ニュハネとそれからあ裏切り者のユダによってです、ね、殺害される、そしてその遺体はです、ね、大きな石棺に収められてです、ね、そのレンルシャ島から から11.5キロのビュガラッシュ山に埋められるという話も皆さんにしましたともかくもですね謎,謎,謎めいた話ですけれどもその謎の向こうにですね私たちは何を見るべきかというとですねつまりはそうした作品を残したのはカインキリストであるということになっていくわけですつまりそうした作品はですね神が 神自身の手で力によって人間に与えた神自身のメッセージであるということはですね、裏を返しているとそうしたその作品に彼を読み取れるメッセージというのはですね、神の定義であるということになります。これはもう定義です。何人もその定義をひっくり返すことはできないということですね。そういう視点で私たちは考えてですね、つまり神の世界というものをですね、もう一度丁寧に見直していくということが必要だということになるのではないでしょうか。つままり今こそがですね、ま、さに、 解体せよ、そして行こうせよの時代に入ったということになります。一度ね私たちは神の世界をバラバラに溶かし溶かして、そしてさらにさらにで、ね、そこで終わったんではねそれこそ 屋に上がった人の端を外すことになりますから、そうではなくて、改めて神の世界をですね、行固して作り直していく、それがですね、私たちが神に近づく第一歩になるということです、神の立場で考えてみれば、それは皆さんにも分かっていただけると思います、つまり神をもう一度私たちの力によってですね、論理的にまあいわ考えてですね、 神を論理するということ、あるいは科学するということは、神の否定ではありませんよ、いいですね。それはもう何度も言いました。神を論理的に、まあそうでないと、ですね、これからまあ人間もですね、かなり頭が良くなりましたから、今までの球体なやり方では、ですね、人を指導できなくなってきてますから、つまり、神をですね、私たちの論理によって、ですね、まあいわゆる科学して、ですね、そして私たちの手元に、いますか私たち自身がですね、神の家の、ま、門の前に立って、ですね、いよいよ私たちがですね、この神の家に行った。 一手で立ってですねノックをするというところに来ているわけですまあ、そのドアが開くかどうかということはその次の段階になりますけれども、まあ、まあ私は神がですね私たち人間に向かってですねさあおいでくださいとドアを開いてあげますよという状況に今なっているということになっていてそれが使う通りもなわさずですね人間に 対してはですよ希望となるわけですこの混沌とした世界にあってですよ私たちがもう目指すべき運命をですね、その遠い遠い、向こうのその先に見るということはですね、私たちが進むべき道をですね、つまりは私たちが今知るということはですね、それ自体がつまりは希望ということになります。人はね、パンと水だけで生きていかれない、しかし希望があるとですね、どんな暗闇の中でもですね、遠くに光を見ることによって私たちは前に進むことができるということになります。神の存在は まさに希望だということになります。もしその希望がなかったらですね、もう我々混沌とした世界の中でですね、もうめちゃくちゃになって、警護を起こして、それこそ大混乱を起こしてですね、まこれだけ大量兵器をですね、手にしてしまった人間はですね、何をしでかすかわからない。下手をすればですね、な他の生物、生命をですね、全て巻き込んで、自滅の道を辿るということになります。それでは困りますよね。その、 そうならないように私は今こそ神の教えをですねまともに受けてそして真摯な気持ちで真剣に受け止めてそして遠い遠い未来の先に見える光に向かって進んでいくべきだということになっていくわけです。話が繰り返しになりましたので今日のビデオダーリーはここで終わります。ともかくもです、ね、今日6本のこのビデオダーリーの前にですね6本の動画をアッ,あのアップロードしましたのでねその6本を通して皆さんにしていただきたいことはですね少なくともその レオナルド・ダ・ヴィンチなる人物が存在したという証拠は、ですね、この肖像画の面の研究、論理的なね、科学的な分析面においてもですね、存在しなかったということになります。他にもいろいろ理由がありますけれども、つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる人物は、です、ねまあ、こうして表現されたレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物は存在すらしていなかったということになります。ということで、今日のビデオであり、ここで終わります。最後までお聴きくださいまして、ありがとうございました。Bye for now! Photo A is a statue of Moses said to have been sculpted by Michelangelo Branuti. 写真 A は、Michelangelo Branuti が彫刻したといわれているモーゼ像です。Photo B is the Almighty God or エルシャダイ、セットハビンペンティドバイ・マイケル・ンジロ・ブランウティ。写真 B は、同じくミケランジェロ・ブランウティが描いたとされる全知全能の神エルシャダイです。全全ですフォト C is、キング・エヌ、セットハビンペンティド e イ・マイケル・アンジェロ・ブ ラファエロサンチョ・写真 C はラファエロ・サンチョウが描いたと言われているアヌオです。Photo D is a statue of Zeus found in Smyrna in 1680, about 80 years after the time of Michelangelo Bronti and Raffaeleo Sancho.These four gods are the same god.D の写真は、Michelangelo Bronti と Raffaeleo Sancho の時代から見ても、約200年後の1680年にスミルナで見つかったゼウスオです。 これら四人の神は、同一神です。同じ神です。顔が皆同じです。注意深く比較してみてください。 Of these photographs, the one that clearly identifies the name of God is a statue of Zeus in photograph D. He has got a thunderbolt in his hand. There is no doubt that it is a statue of Zeus with a thunderbolt in his hand. この四人の中で。 神の名前が明確に分かっているのは写真 D のゼウス像です。手にサンダーボルト、つまり雷電を持っています。ゼウス像であることは間違いありません。Then, photo A、photo B、and photo C are all Zeus statues.The images in these four photographs are all the same. Now, what do you think about this mystery? Then I hiroshi, think like this way.All of them here are one God King a N. となると、写真 A、写真 B、写真 C もみなゼウス像ということになってしまいます。これら4枚の写真の像はみな 同じです。皆さんはこの謎をどう考えますかで私林博はこう考えます。みな一人の神あの王だということです。In other words King Anu Isius is Almighty God El Shaddai. The statue of Moses, which is said to have been sculpted by my grandgianorati, is not Moses. This is King Anu, who is the one who gives Moses the tablet of the Ten Commandments. My while sculpting himself, did not know who the god depicted in the statue is. つまり、アヌ王イコールゼウスイコール全知全能の神エルシャダイということになります。なお、ミケランジェロ・ヴァナティの彫刻者と言われているモーゼ像はモーゼではありません。モーゼに10階の石板を渡しているアヌ王ということになります。ミケランジェロは自分で彫刻しながら、その像に表現されている神が誰であるか、

顔の人物をですね、ミケランジェロは自分で描いています。それが B。がここではエルシャダイということになります。が、ここで奇妙なことが起きます。それから約80年後の1860年にですね、スミルナというところで、ゼウス像が見つかります。そのゼウス像と、モーゼ像の顔が一致します。左下のところを、 見てください。ゼウス像とモーゼ像の顔が一致します。そして今度は、そのゼウス像と同じ顔の人物、あるいはモーゼ像の顔と同じ人物をですね、今度はラファエロ山長が絵に描いています。右下がですね、その絵ということになります。 ここに描かれているのは、あの王です。というのは、その下にですね、お牛が描か,れて描かれています。そして、そのお牛はですね、和紙に、和紙のくちばしでついばまれるという刑を受けています。つまり、エア、塩基、プロメテウスということになります。となるとですね、この右下の絵に表現されている神はですね、まさにあの王ということになります。こうして、神々がですね、それぞれの絵、 彫刻によってつながりましたもう一度左上の表を見てください。A はモーゼ像です。B はエルシャダイ像です。C はキング・アヌ・アヌ王です。そして今右に D に見えているのがですね、これがゼウス像です。これら四者は皆顔が同じです。この中ではっきり名前が分かっているのは、右下のゼウス像です。となるとですね、ここに表現されているのは、皆一人の神。 ゼウスとということになります。そしてここが重要ですけれどもこの表をもとにして考えるとですねつまりはエルシャダイというのはゼウスゼウスイコールアヌオだったということになります。